ふわふわ気分、あゆみです。で、今回で料理してみた、その下に入れます。で、まあ今回の料理なんですけど、ちょっとこういう世の中なんで、免疫力がアップするっていう料理をちょっと紹介していきたいなと思います。それでは、作ってみまーす。ということで、まあ一応、まあ、今回の料理なんですけど、まあ一つは、キノコの、ソテー、メンテルカップってことで、エリンギと、しめじだね。しめじと、あと、ちょっと取り直しててね。ニンニク、はい。で、一応こっちのカメラと、ちょっとこれから同期します。ちょっとね、ライトの関係上でちょっと撮り直したんですよ。はい、じゃあ3、2、1。サブカメラと同期させました。まあ本当はね、ちょっとね、かなり進めた状態からね、一応戻っちゃったんで。はい、じゃあちょっとやります。じゃあ一応、フライパンでね、なんちゃって IH なんで時間かかるんで、ニンニクね、定番のニンニク、元気になる、出てると思うんですけど、一応6切れぐらい出しました。うっかり触ったらね、簡単に切れちゃうからね、気をつけないとね。で、はい、エリンギね、これをちょっとね、すぐスピードなんで切っといた方がいいでしょうっていう感じで、しめじですね。しめじを。で、なんでこんなね、前出てるかっていうとね、オープニングでね、いつもね、こう演出してるんですよ。ただね、料理、黙々と料理してるだけだとね、何の意味もなんないからね。下のとこだけ、取りたい気もするけど、いいのか。良さそうだね。でね、いつもこうやってるところあるじゃない。こうやってる前に必ず手を洗ってるんで、ご安心ください。バターね。これね。バターね。バターをね、入れます。ちょっと、これで入れます。ちょっと温まってないね。焦げ目が出てきたんで、一応、やります。じゃあ、これで次ね。次、こっちか。エリンギね。あんまりつかない方がいいって言ったね。水がね、あんまり出ちゃうんで、出ちゃうっつってこれ、焦げちゃうね。はい、ちょっとすいません、やっぱり、オリーブオイル入れます。ちょっと焦げちゃいそうなんで、ちょっとオリーブオイルを足します。ちょっとレシピで変わっちゃったけど、ちょっとね、すごいなんか、入れた方がいいね。しめじを入れます。今入れちゃったけども、すごい量ですな。いつものことなんですけど、でこうしてる間にもう次の料理をね、準備します。で次はね、ハーバードチキン
野菜スープっていうのを作ります。人参ね、とキャベツと玉ねぎと、あと、かぼちゃですな。だね。じゃあちょっとかぼちゃから一個一個切っていきます。4枚ぐらい使うか。次の料理がね、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。だからちょっとね、焦ってるんですよね。これをね、一応一口サイズぐらいの大きさに、醤油ですな。醤油をね、こうかけます。このいいか。ちょっとこれはいいや、これでおしまいです。一応また後で温めるんで。で次ね、鍋ですね。鍋っていうか、スープですね。水をですね、1リッターぐらいの入れます。で次ね、人参なんですけど、これも皮むかずに入れるって書いてあったんで、まあ、やるだろう。できるだけ細かく入れていきますか。はい、で次ね、キャベツちょっと、はい、じゃあキャベツですね。で、一応食べない残す食材はね、こうやって、当たり前だけど、こうやってね、ジップロックで保存しといてね、後で食べましょう。なんかもういっぱいなんだけどね。玉ねぎ、目が痛くなんだよね。目が痛くなんですよ。はい、これで全部ですな。すごいですな。で、ちょっとこれでやってるとラチが開かないんで、ちょっとこれですな。もうこれでやりますね。ちょっと強火でやって、ある程度トロトロになってきたら、具が溶けてきたら弱火でさらに20分。一応なんかね、何もね、味付けはしなくていいらしいです。これだけでいいみたいです。出しといて、で一応、やべこれをね、20分もね、待つんですよ。で、ちょっと20分待つので、ちょっと話したんですけど、ちょっとさっきの なしでこっちをトークコーナーにします。でね、一応相変わらずの、コロナ禍だね。コロナ禍なんで、もうはっきり言ってもう何もできません。というかね、こんな時にね、外だなんだ行くっていう人はね、もうちょっとね、まずいっていうかね、軽率に程があるっていう感じになっちゃうんでね、基本的にね、外出緊急事態宣言はもう出て、今日ね4月17日なんですよ。17金曜日だね。なんで、もう1週間ちょっと、1週間半だね、
ぐらい経ってるな。今 60% か 70% ぐらいなんですよ。人とは接触しないっていうパーセンテージがね。それを 80% ぐらいにしないと、なんか2ヶ月間で収束しないっていう、なんか2ヶ月だったかな、早く収束しないっていうね、なんかデータが取れてるみたいなんだよね。まあ、80% ですからね。それで2ヶ月か、まあ1ヶ月、2ヶ月ぐらい。で、60% だとね、もう平行線っていうらしいんだよね。60% ぐらいだと平行線っていうらしいんで、だから早くもう収束させるためには、できるだけ人と会わない。人と接しない。生活をね、まあ2ヶ月間送らなきゃいけないっていうね、どうしなきゃいかんのかなっていう感じだね。そうすればまあ6月、7月頃にはもう終わってんのかなっていう、まあ希望的観測だけど、でもう一つのなんか仮説だと、まあこれは2年ぐらいかかるんじゃねえかっていう、2年ですよ、2年も何もないイベントもなくてさ、レジャーもできなくてさ、旅行も行けないっていう、まあ、そこまで多分厳しくないと思うけど、徐々に、まあ、解除はしていくとは思うんだけど、まあ、2年っていう話もあるんですよ。はい、ということで完成しました。で、まあ一応右側のキノコのソテーで、左側の野菜スープ、まあ、ちょっとね見栄えを考えてパセリをかけてみました。はい、ということでかなりね時間かかっちゃったね。ということでこれから食べていきたいと思います。ちょっと感想の方は下に入れます。まあ5段階評価でね入れます。ということでよかったと思ったら高評価、それとチャンネル登録よろしくお願いします。あとそれとコメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それではまた。